公共曲第2番補担長は、ビルヘルムフルトベングラーが1944年から1945年にかけて作曲した公共曲。フルトベングラーの公共曲の内次演の録音を聞くことができる唯一の作品で、その数は現在7つにも上る。1944年に作曲に着手し、 第二次世界大戦ドイツ敗戦後の1945年10月18日に完成した。初演は1948年2月22日、作曲者自身の指揮、ベルリンフィルハーモニー還元楽団による。日本初演は1984年4月24日に、朝日奈隆指式、大阪フィルハーモニー公共楽団により行われた。フルート3、大募に、 イングリッシュホルン1、クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット1、ホルニ4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパ2、シンバル、大太鼓、タムタム、ゲンゴブ、ブルックナーやワーグナーなど高機ロマン派の影響が強い作品であり、演奏には80分以上の時間を要する、ブルックナーに匹敵する規模を持つ作品である。なお、この曲には改訂版がある。 また、第一楽章第一主題の加工音恵を循環主題として用いている。冒頭、クラリネットの音恵に続いて、弦楽で全曲を統括する加工する動機を奏する。次第にテンポを早めながら、主部に突入する。リズム動機を効果的に用いた第一主題と、繊細で美しい第二主題からなる。木管群の美しい響きで始まり、ゆったりと流れる楽章。 ファゴットのソロで始まり、次第に厚みを増してゆき、頂点で金管が方向する、ブルックナー風の二拍子のスケルツォ。頂々で第一楽章冒頭の同期が木管に現れ、金管が応答して始まる。弦楽器に再び現れると、次第に盛り上がりを見せ、頂点でファンファーレが響き、一瞬静まるも、すぐに主部に突入する。リズムが特徴的な主題に、 第一楽章の加工恩恵が絡み、頂点で、ホルンに明るいメロディックな第二主題が現れる。長大な展開部に続き再現部が終わると、第一楽章の動機を主体とするコーダに入り、補聴調に転じ、和音を3回打ち鳴らして集結する。に併録されているジョンハント編、CD ディスコグラフィによる。フルト・ベングラー自身の演奏による録音。ありがとうございます。